視野、宮沢章二。一冊の書物の最後のページを読む。けれど、それは終わりではない。確かに満たされた心がある。満たされて一冊の書物を閉じる。けれど、それは終わりではない。必ず何かがそこから始まる。例えば、いくつかの疑問、あるいはさらに広がる好奇心。一つの終わりが秘めているのは、一つの新しい視野への始まり。一日も一年もそのようにしてくれる。私たちのかけがえのない一生でさえ、終わるときに何かが始まる。